はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発チームの石川です。今日はですね、私も使ってます、こちらのフライスカイの、NB4 ですね。協商のホームページでは、まだ最新版のファームウェアというのを、公開してないんですけども、いち早くですね、フライスカイの本体のホームページの方で、最新のファームウェアがですね、公開されてますので、ちょっとそちらをですね、ご紹介したいと思います。ポイントとしては、これまでのアップデートでは本体のファームウェアだけアップデートすればよかったんですが、最新版ではですね、こちらの車のエボのレシーバーユニットですね、こちらのアップデートも必要となっておりますので、そのあたりをですね、詳しく説明したいと思います。はい、それではですね、ちょっとカメラの方は、パソコンのちょっと画面の方に回ってきてください。はい、NB4 はこちらですね。こちらがですね、フライスカイ -cn.com で、検索していただくと出てくるフライスカイのホームページですね。ここのノーブルを押していただいて、それからここのダウンロードというのがありますので、これを押していただいて、それからなんかいっぱいこう説明があるんですけど、ちょっと今回はなかなかいろいろアップデートの内容が多いという形です。で、こちらの FW2.0.93、こちらが最新のファームウェアとなります。で、上に FCC バージョンというのがあるんですけども、こちらとですね、スタンダードバージョンはちょっと出力が違いますので、日本でお使いになる場合は必ずスタンダードバージョンをダウンロードしてください。で、こちらのね、ダウンロードボタンでダウンロードできます。それからここにフライスカイアシスタントっていうのもちょっとありまして、これ何ができるのかというと、今まで NB4 はですね、アップデートすると一部モデルメモリーが消えてしまうとか、そういうことがあったんですけども、このフライスカイアシスタントを使うと、メモリーがですね、一回パソコンに保存して、それから次のアップデートした本体に上書きできるとかですね、そういったことができるようになるんですけども、残念ながらこれが対応するのは、この FW2.093 を入れた後からしかこれ使えないので、とりあえずこの送信機は古いファームウェアのバージョンになってますので、残念ながら、モデルメモリーを今回引き継げないというふうに思います。ですので、ちょっと細かい設定とあったら一度紙にですね、書き出していただいたらいいかというふうに思っております。もしかしたら引き継げるかもしれないんですけど、私は引き継げてなかったです。で、こちらが、ダウンロードして解凍した、ファームウェアになります。で、こちらが先ほどのアシスタントの方ですね。最初私これで古いファームから引き継ごうと思ったんですけども、引き継げませんでした。実際この中身先にちょっと見せますと、はい、こんな感じで、ここに、パソコン、本体の中の送信機の中のモデルメモリで、右側にパソコンの中に保存するっていうのをこう動かしたりとかできるようになります。ちょっとこれはまた次回ご紹介したいと思います。ですので、今回このファームウェアのアップデートをしようという形ですので、まず最初に、こちらを付属の USB で差し込みます。そして電源を入れるという形ですね。で、この真ん中を押して、これ音出ないようになってますね。そして、多分システムで、これちょっと英語版になってますけども、ファームウェアアップデートを押します。そうすると、データはね、なくなっちゃいますよみたいなことが書いてあります。これ、イエスしか選べません。こんな感じになりました。真っ暗ですね。で、今度パソコンの方ですね。これダブルクリックしたら、こう出てきます。で、これ繋がってるよっていうのが出てきてまして、そして今のバージョンが2.0.85ですね。ここから今日は2.0.93へアップデートしたいという形です。ですので、ここでアップデートを押します。はい、そうすると、これですね、すごい時間がかかります。 Welcome to Noble. おお、
今の間に5分待って最後ちょっと動画撮りたかったんですけど、アップデートが終わりました。ちょっと撮りきれなかったんですけど、で今、再起動が自動的にかかりました。そうすると今この本体のファームが、アップデートされて、RF 電波を出すところの、アップデートしますかって聞いてきてますね。でこれを OK 押します。そうするともう一つ RF を電波を出すところのアップデートがこう完了すると。でそうするとこれ今ミニッツモード、エボモードではなくて標準モードだとこんな感じで、画面もですね実は、ストップウォッチがつくみたいな形で変わっています。で次行きましょう。じゃあここからはい、ちょっと音が鳴るようになりましたね。モデルのところラディオフリケンシー、これ周波数セットアップですね。これ入る。そしてこの、申し訳ないです、これ申し訳ないです、このツーウェイをエボにすると、そうするといいですかって聞いてくれるんで、いいねを押します。これで OK です。はい、エボモードになったらこっから戻ります。はい、戻ります。で今度 RX セット、こちらですね、これを押して、そうするとアップデートレシーバーということで、この車の方の中にはフライスカイの NB4 用のレシーバーユニットが入ってますけども、この中のファームウェアをアップデートしないと通信できないということです。でこれのですね、アップデートモードに入るやり方が公表されてないので、私が工場に聞きましてやり方を教わりました。このバインドのボタンを長押ししますが、押したまま電源をこう入れる。でこのまま10秒ホールドとキープという形です。そうすると今ピカ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 赤い LED が点灯してますが、ここから 1,2,3 回のウィンクになります。これで OK です。そうしたら今度ここのアップデートレシーバーを押すとミニッツだよって出てきますから、これでアップデートをします。そうするとこれで、いいですかね、アップデートモード入りますと。はい、そうするとアップデートされていくという形で、今送信機からレシーバーユニット用のプログラムが書き込まれているという形です。はい、 OK ですね。ちょっとピカピカに戻りましたね。そしたら今度は一回戻りまして、こっち電源、本体は車は切りまして、今度バインドモードに入りますので、バインディングに入ります。今度はこれを押しながらボタンを押したら、押したままですね、電源を入れると。来ないんだけど、もう来た、これ戻ってみる。あ、来た来た、戻らないと来ないのか、これ戻らないと来ないそうです。今ちょっと岩崎リーダーに手伝ってもらってしまいました。そして動くようになるわけですね。で電波も安定して、中のプログラムも安定して、いろいろなこう機能も、増えております、こちらの、ソフトウェアバージョン 2.093 ですね。今更ですけどちょっと見てみますか、システムで、ファームウェアのですね 2.093 ですね。はい、ちょっとねモデルメモリー消えちゃってしまってると思いますので、またちょっと入れ直すところからになりますけども、この後はですね、先ほどご紹介した、フライスカーアシスタントを使えばですね、メモリーの保存がパソコンにもできるようになりますので、ぜひですね、楽しんでみてください。私もですね、これからこの春暖かくなってきましたので、ノーブルを持って、各地のサーキットに今から出動したいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。